はい、こんにちは、長門です。今日はカット動画、モデルはデデン。はい、おなじみ荒垣さんです。お願いします。お願いします。はい、今日もメガネが光ってます。味しまさあ、どうしよう、どうすんの。ここが伸びきっておるのが気になるのと、うん、ここ重いってことね。はい、オッケー。ウェイトが下がってるので、いい感じにしてください。なんかすごいダサいね。ほう、ほう、かっこよくします。かっこよくしてください。じゃあ、はいはい、シャンプーですよ。イエーイ、岩崎さんシャンプー。イエーイ。どうも、ピンクになりました岩崎です。 TikTok 大好評の岩崎さん。あれ、大好評っていいの？はい、バズってる。え、30万再生でしょ。330 K は分かんないの。かける1000ね。K の意味がちょっと分かんない。いくよ。はい、どうぞ。前髪は育成中です。前髪育成中、オッケー。かき上げたい、到来。お、あらかきゃん。はい、なんかえ、でも同じこと思いましたよ、今。マジ、ネーミングセンスダッサ。待って、待って、なんかそんな面白い、面白いでしょ、俺って言ってねえからな。よし、切ろう。はい、よしっす。まあ、今回は段の位置が相当下がってるのと襟足が長いんで、もうガッと上げて前髪育成中だそうなんで、こう下げてく段の位置を。サイドは両冠を取るだけでそんなにいらないっていう感じでいきましょうかね。はい、はい、じゃあまず襟足からいきます。はい、下向いて。襟足はレザーでいきたいんですけど、結構短くしたい場合はセニングでもうラインを作る、こんな感じです。そうすることによって、あのブラントのラインっていうのが出づらくなってきます。こうやってラインを作る。ある程度ラインは出て大丈夫です。このここにレイヤー入ってくるんで。はい、で持ってラインができたら、はい、結構しっかりめのレイヤー入れます。こんな感じで、ここまでレイヤーが入って、そしたらここ耳のところを短く締めたいんで、ここですね、ここのアウトラインを切る。そしたらここの今入れたボーンの窪のレイヤーと横スラでつなぐ。横スラでつなぐときは90度でつなぐとビタッと締まる。そう、これ左右見てもらうと分かるんですけど、ビタッと締まってるのと、こっち段も入ってないからボテッとしてる。はい、左右対称でいきましょう。はい、で耳後ろを締めるためにここにアウトライン切ったらつなぐ。はい、90度の横スラ。はい、そうすると全体的に締まりのある襟足ができます。簡単。はい、じゃあ次ミドルセクションですね。ミドルもこの下段のレイヤー、このレイヤーにこのままつなげるとすげえウルフみたいになるんで、こっから若干少し角度を、こうレイヤーの角度を少し柔らかくするために我慢する。ここのレイヤーで切りたいところをちょっと我慢。そうすることによって今度丸さが出ます。丸くしたい。なんであんまりここでレイヤーをそのままいかないのがポイントです。で、結構軽くするんで、丸くしたところを軽くすると結構ボリュームポイントが上がってくるんで、ウェットカットの段階ではそんなに上げないようにちゃんと意識してください。その代わり襟足はしっかりと締める、それが一番大事ですね。よいしょ。はい、こんぐらい。もうバシッと切る。もうここら辺は躊躇しないでちゃんと切り込むことがショートは大事ですね。ミドルのグラの状態からそのままの角度でいくと、ここちょうどボンノクボの上ぐらいにウェイトポイントが来るんで、こっから少し、今度こっから上のパネルは少しずつ後ろに引いてあげる。こんな感じ、ハの字スライス取って後ろに引く。オンベースで切っちゃうと、あの前の方がどんどん短くなっちゃうんで、ここは後ろに引いちゃいます。そうすることによってグラデーションがどん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 重く下に下がっていきますんで、でこのイヤートゥーのところ後ろに引く、で後ろに引く、結構引いてます。はい、はい、左右対称。はい、でイヤートゥーのところ後ろに引く。はい、引きました。はい、ここボリュームポイントちゃんとできて下がしっかり締まっていきます。でトップはこのゴールデンポイントにオンベースで引き出して、グラデーションの角度ちょっとここでトップは我慢してあげるといいですね。そうするとここに遊びができます、柔らかい遊びが。はい、放射線上にスライス取って同じことをやります。で後ろに引く。はい、放射線上に、で後ろに引いて、はい、バック完成です。
もうかっこいいでしょ、この状態で。しっかりと首が長く見えるカットライン。で、ここに、こっからもうこうやってほぼつながってるんだけど、ここに合わせるように縦スライスでワンパネル後ろに引いて、イヤートゥーンのところをガイドに。はい、次はイヤートゥーンのところまで引きまくる。引いて、切る。はい、引いて、イヤートゥーンのところで切る。そうすると、こうやってガツッと前下がる。高級な前下がりになるんで、ここのアウトラインだけちょっと落としておいて、じゃあ違うガイドですね。はい、後ろに引いて切って、次縦スラでイヤートゥーンのところに引く、引く。はい、切ったらサイド全部をイヤートゥーンのところで引いて切る。はい、そうするとちょいと出てくるんで、ここのアウトラインを落とす。そしたら、まあここまではすごい簡単なんですけど、ちゃんとインナーグラデーション、はい、入れるために C シェイプで、はい、もみあげのところを切る。で、前からの C もちゃんと、そうすると跳ねない、内に入りやすくなるっていうのがあります。この耳上の毛がたまるところもちゃんと C、 そうすると結構出てきたりするんで、内側は削っちゃっていいですよ、どんどん。はい、逆サイドも C シェイプ、もみあげのところ切って、顔周りのところ、はい、切ったらここの耳のたまるところを C とすると、ピタッと収まります。で、トップレイヤーいきましょう。で、後ろのグラデーションとこの前下がりのところをつなぐ。はい、真上に引き出して、はい、こいつをつなぐ。はい、はい、終了。なんかショートってそんなに難しく考えないで、まずこれを切っちゃえば、あとはドライカットでいけるんで、これでいきましょう。はい、いいじゃないですか、荒貝さん。陽気ですよ。もう寝るっしょ、絶対それ。5回ぐらいあくびしました。仕事終わりです、今日。じゃあ、乾かそう。リンクオイルつけます。はい、じゃあドライ。ドライですよ、TikToker さん。何ですか、ちょっとリップ塗ってないんで。牛丼食べてリップ取れたの。よいしょ。はい、ブロー終わりました。こんな感じ。ここがボリュームポイントで下がっていくっていうパターンですね。で、今ここら辺つなぎが甘いんで、綺麗にしていきましょう。はい、一緒向いて。で、こういうのは いくらセニングやっても絶対的に綺麗にならないんで、これはもうチョップですね、縦に入れていく。セニングでどうにかしようと思うと、マジで本当時間かかるし、ただ髪の毛が傷むだけなんで。もちろん量を取るためのセニングはショートは必要なんですけど、まずこのぼかすっていうことはシザーでやっちゃった方がいいですね。こう普通に縦に入れていけば簡単になじむんで、こんな感じでフリーハンドでいいですね。はい、でラインが出たらちょっと上に持ち上げてあげると、さらにレイヤーが入るんで綺麗に馴染んできます。で、手早くやんないとダッカールの跡がつくんで、手早くやっちゃいましょう。はい、こうして縦にこうやってすごい綺麗に馴染んでいく。はい、まずは馴染ませる。なんか馴染ませるとき縦に切ったから縦スライスでいく人も多いんですけど、このラインの馴染ませは確実に横スラの方が綺麗に素早く馴染みます。縦だと結構時間かかっちゃうから、横スラで馴染ませていくのが正解ですね。こうして、はい、もう無心で手早くやります。ちょっと浮かしてあげると一線グラデーション入ったりレイヤー入ったりするんで。はい、はい、次に、こうすることによってもうカットラインが馴染みます。で、横に関しては今日ほとんど切ってないんで、馴染ませるというよりは、まあ、ちょっとだけブラントのラインが見えたらちょっと縦を入れるぐらい、そんなに基本的には大体馴染んでると思いますかな。よいしょ。まあ本当に言えるのは、この馴染ませは絶対セニングでやらない。ブラントを馴染ませるのをセニングでやるとラインが崩れるんで、ちゃんとシザーでチョップ、こんな感じ。はい、そしたらセニング入れていきます。セニングとスライド入れていくんですけど、まあ襟足に関してはこの長さ絶対スライド入んないんで、セニングでいきます。で、ショートに関してはこのアウトラインを産毛のようにしてあげると、より首に馴染むんで、しっかりとタイトになる。で、まず全体にセニング入れましょう。で、荒木さんハイトーンだから馴染んで見えるように見えて、結構毛量あるんで、しっかりと取ります。
よし、はい、次で取りすぎてせっかくのボリュームポイントを潰してもらうんで、ここまでですね、ここまでが緑のポイントはボリューム取っていいゾーン、この上は丸さを出すために取らないようにしましょう、はい、だいぶ馴染んだんじゃないでしょうか。はい、次で、ここまで来たら一回どんぐらい取るかを決めます。まあ、しっかりと真横から見てみて、まあ、そんなに取っちゃうとボリューム、せっかくのボリュームないんで、この耳後ろぐらいでいいかな。ここショートもロングもここのゾーン、この耳後ろはしっかりと量を取る、ピタッと、それだけで頭丸く綺麗に見えます。もうこれやるとやらないでだいぶ変わってくるから、ちゃんとやってあげてください。逆サイドも耳後ろを、はい、こんな感じですね。はい、細かいとこ取ったら次ボリューム、はい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 、お、ここめっちゃ重いんでここの内側をしっかり取ります。はい、行きましょう。でここの内側は毛束感が欲しいんでスライド入れます。よいしょ、はい、耳が透けるようにこうして、この耳の上かなり重くなってるところをスライドカット、ハサミを閉じながら滑らせる。これこの光のビードライだと滑らかにできます。このぐらいピタッと収まりますね。ほい、ほい、そしたら次こうやってボリュームポイントを見定めて、次根元に押しのスライドカットですね。押した時に少し開閉する。で、あとは髪の毛動かしながら、こう耳かけた時とかどういう感じなのかなっていうのをちゃんと見ながら、いらないとこを取っていく。でショートはしっかり取ってください。ボテッとするのが一番かっこ悪いと思うんで。はい、逆サイド同様です。はい、この耳周りの重いところをスライドで取って、しっかりといらないものは全部取る。で、上の丸さは取らない。それが正解ですね。よいしょ。ちゃんとシルエットが綺麗になるようにしましょう。動かして、重いなと思ったら取る。よし。ほら、一気に軽くなった。頭が軽い。かき上げ前髪を目指すには、ちょっと前に生えすぎてるけどね。そうですね。かき上がらない。そしたらここの重さだけちょっと取ろうかな。ちょっと内側だけ取ります。はい、それはどう思ってるんですか。どう思ってるんですか。こう思ってます。こう思って薬指を動かすイメージ。はい、そうすると鉢がピタッと、いいんじゃない。で、前髪は育てるために触りません。はい、はい、いいシルエットなんじゃない。イケてる髪型になりましたか。イケてる髪型になったね。ね、岩崎さん。せい。岩崎さん、最近 TikTok でバズって、すごい外国人のコメントがすごいっていう。確かに読めないんで。そう、翻訳するんだけど日本語で返します。圧倒的に岩崎はまず何語か分かってない問題。バカにしてるんですか。すぐ虫。なんで、よかったら皆さん TikTok 要チェックです。岩崎丸、アピール大事大事、埋もれちゃうから。よし、まあ細かいとこ終わっていいんじゃないですか。いいんじゃないですか、うん、よし。で、襟足きれいにしていきます。ここいう細かい産毛ですね。はい、あなたここにやる気スイッチありますんで、やる気スイッチから1本毛が生えてるんで、はい、きれいにしてあげます。はい、一回これを剃られそうになります。血が出た。お客さんにはやんないでください。イケてる感じになったんじゃないですか。あずすー。はい、よし、超軽くなりました。動いてた、意外に。さあ、バームで軽く仕上げましょう。でもやっぱショート人気だよね。まだやっぱショートにしたい人多い。うん、最近ロングよりショートの方が多い気がします。確かに。私、伸ばしたい。岩崎さんは伸ばしたいって言って切るんですよ。切るし、多分あれなんだよ、
やめなって、可愛いよって言う、やめ、そう、今のが可愛いよって言われたいんで。私カメラ持ってるんですよ。ちょっと壊さないで。絶対短い方が可愛いっすよ。うん、でロングが恋しくなる時あるやん。エクステつけたいって思う時もあるやんって思うじゃないですか。エクステつけて1週間後には外したいと思ってますよ。ピエンピエンなるとお金の無駄じゃないですか。今が可愛いって私はずっと言い続けてますから。よし、今が可愛いっすよ。よっしゃ、首が長くなった。そうなんですよ、首が長く見えるショートですね。長いけどね。おい、いいんじゃない？パパッと。お、結構きた。よき。よき。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。はい、おなじみカッキーでした。カッキーでした。はい、とあとショートのカット。なんかカッキー切ったことってあのライブとかではあったんだけど、こうやってあのちゃんと一からあの解説したのって初めてだと思うんで、参考にしてみてください。じゃあカメラは岩崎さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやマジでカメラの技術が上がったなんて今自分ですごい褒めたたえてますね。さすがさすが、かわいいよ。今日もかわいいよ。今日もかわいいよ。マジいつか本当に落としますから、ね、はい、じゃあそんな感じで今日も終了します。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終了。